おそらく冬瓜だと思います。綿を取っていきます。冬瓜の皮を剥いて一口大に切ったので出汁を注ぎます。旨味が入ってないような気がするので味の素で旨味を少し足します。塩、みりん、お醤油、キッチンペーパーで蓋をしてコトコト煮込んでいきます。生姜、ニンニク、ネギ、月桂樹、角を入れてます。スペアリブを入れました。キッチンペーパーで蓋をしてコト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 煮込んでいきます。月桂樹と八角は処分しました。袋の中に生姜、ニンニク、ネギ、あとはスペアリブを入れてます。醤油とみりんを入れてジッパー付きの袋の中に入れました。茹でた豚の汁がもったいないので卵を入れてスープにしようと思います。塩コショウと醤油、卵に少し水を足してふわたまスープに完成です。くっつかないホイルがなかったので普通のアルミホイルの中にスペアリブとネギ、ニンニクを入れてタレをかけます。弱火で焦げる程度焼いていきます。完成しました。冬瓜の煮物とスペアリブ、それにスペアリブを煮た汁で作ったスープです。冬瓜からとろけるような食感です。スペアリブ、こちらもすごく非常に柔らかく仕上がっています。煮スープ、コクがあってすごく美味しい。それではまた次の動画でお会いしましょう。